お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、突然ですが、皆さん。今日のクラロワ YouTuber の動画を当てたいと思います。今日のクラロワ YouTuber、ヘイヨーケンツメシです。いやっちゃうラキニョンズです。の2名はこのデッキを紹介すると思います。なんで、お先にね、僕がこのデッキを今日は紹介していきたいなと思います。で、ちなみに確証はございませんが、まあ、こんだけの YouTube 毎日投稿してると、他の YouTuber が何の動画を出すかぐらいね、分かっちゃいますね。はい、というわけで、このラムジンギ、今まで、なんて、ユーノだった枠がスケルトンになりました、これ。こいつですよ、皆さん。どうします？こいつ。もう焼いちゃいたい、いつもね。もうボッコボコに、ボッキボキに、ね、打っちゃいたいんですけど、この骨しかないやつ。こいつね、もう今強いんですよね。なんて、この形のね、デッキで、グローバル、これ、MB チャイルって人と、あと右ターンね、右ターンもだし、いろんな人がね、このデッキで、今グローバル上位、行ってます、というところで、今日はこれを紹介していくんですけども、まあ、ミニペかな。結局、ミニペックが多い。っていうので、ミリペの枠が好きになって、好きになったことに、ユーノの枠が好きになって、まあ、好きになったことで、えぐいぐらい世界変わりましたね、このデッキ。まあ、いろいろ言いますと、これ、右サイドにユニット探して、その間にマジアチャでね、射抜きます。これ、ロイホグでもホグデッキでも有効です。特にロイホグとかかな、迫撃に弱いんですけど、この動きができれば、迫撃には勝てるようになります。はい。そう、好きになったことによって、まずミニペッカの木がしんどかったので、それがね、好きだけで終わるっていうので、まあ、総合的に、ミニペデッキに対して全部に対して強くなった。そして、まあ、あとはプリンスとかですね。プリンスとかの受けも、好きのおかげで受けれるようになったんで、対ジャイですね。言ったら、対ジャイプリ、ジャイミニペにも強くなった。そして、好きのおかげで高回転になったので、あれですね。インドラとか、マジアチャが高回転で回ります。ラムライダーも。なんで、こう、バルーンですね。バルーンとか、ラバーハウンド にも強くなりました。はい。っていう感じで、まあ、何にでも強くなっちゃってるんですね、ぶっちゃけ。さあ、これは、もう結局は回転です。回転が速くなったことによって、こういうのも、楽々ね、防衛できるようになります。まあ、スケが優秀ですね、結局は。はい、と言ったところで、ってくんですけども、まあ、あとスパーキーとかかな。スパーキーにも一回こうスケルトンで受けが少ないと全部がこうスパーキーに打たれちゃうんですけど、こういうのはスケルトンに一回ねクッションを置くってよく言ってるんですけど、スパーキーに一回スケルトンを打たして、まあ、スケルトンねボコボコに刺してからの横からランバーで殴るみたいな感じですね。相手も諦めましたね。はい、まあそんな感じでスケルトンあると何にでもね万能になってます。よいしょ。と言ったわけで、このデッキをね、紹介していくんですけども、まあ、あとはなんだろうね。逆にユーノの方が良かったっていうのは、まあ、ユーノ追加、ミリ残りの相手のユニットがいる時とか、にユーノ追加して、こう、ピピピダッシュからの、またピピピダッシュみたいな、っていう、ああいうテクニックを使う場面はなくなりましたね。なんでこう、なんだろうね。上手い人ほどやるユーノ追加がなくなったんですけど、まあ、逆に回転が速くなったので、ケツラムからの2周目のラムライダー、端前ラムライダーとかもどんどんできるようにもなったと、もう思いますし、まあ、とりあえず自分が使ってるデッキとかあれば、なんかとりあえずなんかの枠をスケルトンとかにしてみると、非常に使いやすくなったりはね、するんじゃないかなと思いますね。これ結構ガチですね。言ったっけ？今何にでも、もうゴレにもラバにもジェイにも、ロイフにもホグにも、スケラにも、ね、ジンギにも、クロスにも、ね、何にでも今入ってますから。このカード。スケルトン。使いましょう。なんだろうね。アイゴレゴーストは多分オリジニーデッキだと思いますね。これ延命します。からのタルバを転がします。あ、待って。ジアチャ。お前。おい、ミス。しかもババが？いける。これ、ラムライダー飛ばしていいっすね。なぜならこのインフェルノドラゴンに相手は絶対コスト割くので、割かないとこのラムライダー止められません。いい。さあ、しかもラムライダーが鎌を投げて、相手のハンターミリ残りなので、これ無視かな。タワーは別にこれ、3500あるんで、いろんな動画で言ってるんですけども、クラロワはね、結構上達するのに一番早い考え方かもしれません。このタワー11残して勝つプランでいきましょう、皆さん。11残せばクラロワ勝ちなんで、変に3000とか2000守る必要ないんですよね。1残れば勝ちなんでね。タワー11残ればいいんで、それぐらい削られるぐらいの覚悟でいきましょう。
よいしょ、スケールと樽でいい感じにね、斜め。このね、マジックアーチャー使うなら角度非常に大事です。これラムライダー飛ばしていいんじゃね？なんかすごいこの単体ラムライダー雑かもしれないんですけども。まあでも縦線1枚だと、こいつ 50m3 秒ぐらいで走るんでね。止まんないですね。さあ、ランバープラス雪玉でほぼ完封かな。基本的にロイフグとかホグとかはランバーで行きたいですね。ホグ単体だったらラムライダーでもいいですけど、基本的にああいうロイフグとか来たら火力あるね、ランバーで溶かしていきたいですね。あえて30死だね、普通に。普通の30死、あれか、ロイフグか。ああ、これはこっちサイド1体しかないので、これゴリ押すと多分止めきれないと思いますね、相手、正直。なんで行っちゃいますね。行っちゃって、逆に行っちゃうとやっぱ防衛せざるを得ないので、こっち側をタルバオとスケルトンで、多分ほぼほぼ。あ、でもいい防衛してますね。縦線で。なんか抑えられましたね。そういうのも使いつつ、あ、ちょっとこれはさてはやばいんじゃないか。560余裕で削り切れると思っている僕がいますが、さては、お、やばい。うん。延命して、延命して、インディこれ飛ばしたいですが、一回待ってマジアチャで抜きます。あ、ファイブ持ってたわ。やべやべ、ミスった、やべ、さてやべ。まだマジアチャいないっすよね。マジアチャいないな。これ無視できますね。うん、逆に単体ラム苦しい説ない。うわー、耐えますね。やべ、こんなことしてると負ける、やべ、くる、よしさあ、しっかりね、しっかり耐えて、しゃしゃるな、俺、ファイボで負けるんだぞ。ランバーからのマジアチャとかで射抜きたい気持ちはわかるよ、俺は。非常に射抜きたい。だが、射抜きたいよね、やっぱ。射抜きたいなら射抜けばいいさ。なんか名言なりそう。射抜きたいなら射抜けばいいさ。どうすか？あんまかっこよくないかな。さあ、スピード対決です。これはもうスピード対決です。あ、ラムライダー、突進。君の突進で世界は変わるんだ。おい、早い、ナイス。いや、最後ちょっと追い上げられましたね。なかなかいい立ち回りをされましたが、さあ、調子は良きです。このスケルトン。スケルトンいることによって、ユーノとかのね、受けもぴょいって受けられますし、ペッカとかもぴょいって受けられるんで、まあ、とりあえず、スケルトン OP ですね。やっていきます。で、アイゴレ、ランバー、マジアチャー、インドを避けつつ、これね、これ一回逆線にランバー出すことによって、バルキリースケとかだと陸毛がもうね、ないと思うんですよ。で、こういうので陸毛系探しつつ、いや、全然知らねえデッキだな。全然知らない。おい、うわー、いいトルネードだ、これは。これはいいトルネっすね、マジ。うわー、しかもインドラいるのか。こりゃ、デッキが分からんすね。いや、スケルトンですね。まあ、ラバーとかかな。どうだろう。あ、トルネか。いや、マジでわかんないですけど。スケがいるだけで、こう、相手が弱点ユニットをたくさんね、出せるようになるので、スケルトン最強。そして、アイゴレ、相手、ドラドラ。ドラドラ、バルキリー、ポイズントルネってなんでしょうね。スケラかな？普通に考えたらスケラなんですけど、これもう、ランバー、ラムでレイジ乗せちゃってもいいとは思うんですよね、個人的に。どうだろう。で、これマジアチャで抜きたいですね。射抜いて、OKOK、タルでもあんなの処理して、インディ残ってほしい。俺のインドラ、インドラ残したいですね。相手、アーチャー。いや、わかんないですね。もうロイジャイか、ラバか、ゴレはないと思うんですよね。まあそんな感じかな。スケラか。まあスケラっぽいですけどね。これは。確定スケラいきます。で、多分ラムライダーが止まんない説があるんですよ。一回クツラムします。そしたら、多分2枚引き出せると思うんですよ、ユニット。エレッキーがいないならば、これに対して1枚だけだと止まんないと思うんですね。ぶっちゃけね。なんでここはもう1枚出てくると思うんですね。まあ。さあ、耐えます。非常に耐えます。で、このスケルトンがやばい。あぶね。
で、これバルキーで行くじゃないですか。これ1枚だけだと絶対止まんないんですよ。だからインドラプラスのとか、なんかプラスのトルネードまでしないと相手はね、これそう止まんないんですよ。OK なんで、ラムライダーは出しとくカード。これ相手によって、相手が苦しいカードをたくさん出していくっていう考えですね。さあね、これ、あれですね、ラムライダー回しますね。回転早いんで回っちゃいますね。で、飛ばすだけで相手は苦しいよねっていう話ですよね。で、適当に真ん中マジアチ出して、行き玉持っとけば、なんとかなるんじゃね。バーン。よいしょ。さあ、ラムライダー出しとくだけで、今のでね、突進入りますから、相手からしたら、お前、ラムライダー止まれよって、足速いよってなってますからね。はい、もうこれ繰り返すだけですね。って余裕ぶっこいてると、スケルトンラッシュにワンパンされるので、皆さん気をつけてください。ランボそっち行っちゃったね。うん、ランボ？まあいいけど、いいけどさ、いいんだけどね、別に。この、ランバー、じゃあラムライダー単体飛ばすだけで、来ます、なんかが。バルキリーか。よいしょ、居抜きます。あ、相手トルネが間に合いません。居抜いて居抜いて居抜いて、いや、ナイス、まあ、こんな感じで、相手がインドラきついんならば、あ、今回はラムライダーだった。ラムライダーがきついならば、高回転で回してラムライダーをたくさん。相手がインドラを処理するユニットがないならば、まあ、インドラたくさんみたいな感じで、まあ、隙があることによって、何かを絶対こう、多めで出せるんでね。こう、相手が苦しそうなカードをたくさん出せば、よりね、勝てるようになるんじゃないかなと思います。というわけで、こちら皆さん、お試しください。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。